ペルドーもペルドーいたしまして、いやしょうもな大チャンネルです。ということで、本日は宮崎県、清武というところに来まして、創建スタジアム、はい、昨日はね、ソフトバンクのキャンプの本拠地でありましたが、本日はオリックスの、この宮崎キャンプの本拠地、やってまいりました。やることは同じです。はい、この九州宮崎ベースボールゲームズ、本日第2戦目でございますが、本日はオリックス戦ということで、本日も観戦の方行きたいと思います。やること同じというか目的は同じだね、うん、ロッテの試合を見に行くこと、ロッテを応援すること、はい、同じなんですが、昨日ね、私今シーズン初現地、そして初声出しやってきて、今シーズン初の完封負けを、食らうというね、またまた芸術点の高い観戦試合だったかと思うんですが、本日は全力応援はしません。選手たちも今ね、いろいろフォームの改善だったりとか、まあ、この練習試合の段階でいろいろね、試している部分があると思うんですけど、ということで私、ファンも応援する方もいろいろ試していこうかなと、今シーズンの応援方法というものをね、本日は、応援はせずに、静かに見ていくスタイルでいきたいなと思います。はい。まあ、昨日はね、ロッテ対、ソフトバンク、応援合戦というものはありまして、まあ、今日ね、ロッテの方もオリックスの方も応援あるかはわからないんですけれども、本日、ロッテの誰かが、応援をしていても、俺はやりません。それに乗ってやりません。今日は、この大チャンネルが果たして静かにロッテを心の中で応援したらどうなるかという、そういった検証動画にもなりますので、まあちょっとね、いつもの、全力応援とは違って、非常に静かな、眠くなるような動画になるかもしれませんが、ちょっとそこのところ、今日だけちょっと検証という感じで、ご了承いただきたいなと思います。ということで早速現地の応援。モリンツ、ホワイト。うわっ惜しい。ガチ？ゲツ、ゲツ。オーケー。うい。うわー。はい。
まっすー。マジかよ。立つ。マジ？お。すげえな、もうこう。うっそ。シーズンじゃなくてよかった。はい、今のうちどんどん負けときましょう。エンディング終わり。